い、皆さんこんにちは、ワンダリギルビジです。では今回は新ギレンの野望、ごめんなさい、新ギレンの野望じゃないですね、ハーツオブアイアン4ガンダム1年戦争元サイド共栄圏建設物語続きをプレイしていきたいと思います。前回ついにですね、スペースノイド独立宣言を行って地球連邦に対して宣戦を布告、地球侵攻作戦、地球降下作戦を行いました。現在はですね、第2次降下作戦中になってまして、北米に部隊を下ろしたところです。ここにはシャア中心にですね、ガルマを司令官に進行を行ってもらいます。一方ヨーロッパの方ですね、ご覧のように少しずつ支配地域広げてまして、ここはですね、マクベを中心にさらにね、領土を広げていこうというところになります。第3次降下作戦を行っていきたいなと思っているところではあるんですけども、状況を見てですね、第3次降下作戦も発動していくということにしたいと思います。ドップもね、数だいぶ揃ってきましたので、この後空軍も創設して各軍にですね、ドップを護衛としてつけていく。さらにオデッサを攻略したことによってですね、連邦軍の潜水艦などを捕獲してますので、これも使っていきましょう。ではまずディシジョンから見ていきます。確実にやりたいものからね、行っていきましょう。上から第3次降下作戦あるんですが、これもうちょっとしてから発動していきます。地球方面軍の本部オデッサに移動というのもあるんですが、その前にですね、ニューヨーク攻略できればニューヨークの方に本部は移していきたいと思うので、一旦見送ります。で、あとオデッサの要塞化があるんですけども、これもね、早めにやっておこうと思います。ではこれで時間を進めていきましょう。まずは地球の拠点を盤石なものにしていきたいと思いますので、部隊をですね、さらに強化するために空軍を創設していきましょう。これをね、各本軍の方に割り当てていきましょう。さらに生産のラインの方もですね、宇宙軍はある程度数が揃ってますので、ここからはザクマリンタイプを大量産して一気にね、海の支配を広げていきたいと思います。では少し時間のスピード遅めにしながら進めていきましょう。ケアするところはね、しっかりケアしていきたいと思うので、クリミアとかね、この辺りまで進行して、一気に力をつけていきましょう。お、ニューヨーク制圧早いね。そしたら本部をニューヨークに、この時点でもう移しちゃいましょうか。早め早めに移していっちゃいましょう。地球方面軍本部をニューヨークに移転。これでね、ニューヨークの方に部隊をどんどんこう配備進めていくことができるようになりますので、ジャブロも近いしダカールも近いしというね、場所を使っていきたいと思います。さあこっちの方はニューヨークの方ですね。師団の方もドームをですね、新たに追加しています。これも前線に配備していきましょう。モビルスーツの部隊、今ザクとドームを量産というかね、編成している中なんですけども、前回肝煎りで頑張って行ったザックスナイパーを支援砲兵として入れる形にしてありますので、これもね、うまく機能してくれれば嬉しいなというところですね。まずは北米ヨーロッパ、この辺りを確保して、僕の大好きな東南アジア、特にタイ、シンガポール、フィリピン、この辺りもね、飲み込んでいきたいと思います。そのために必要となるのが海軍兵。これをね、しっかり生産のラインとしては作っていきたいと思います。カリフォルニアも制圧ですね。カリフォルニアもね、もう結構好きで何回か行ってるんですけど、できればね、
このコロナが終わったらまた遊びに行きたいですよね。ちょっとヨーロッパの方が舞台数が足りてないのかな。もうちょっと幅広で取っておきたいですかね。やっぱり戦っても連邦軍の方が物量は圧倒的に有利になってるんで、早めにその拠点を潰していって、資源も含めた優位性というものを保っていかないと、どっかでね、逆転というか波状をするような気がしますね。なのでまあ、早め早めにね、どっかで対策を打っていければいいかなと思います。はい。サイクロプス隊の話が出てますね。ハーディシュターナ隊を特殊部隊隊長にというイベントが発生しています。まだこの時点では実績解除とかね、何かしらボーナスを得るというようなものはないんですけども、この後そういったものが得られれば嬉しいかなと思いますね。地球侵攻作戦、順調といえば順調なんですけど、やっぱり連邦軍の圧倒的物量の前に、正直苦戦もしているという状態です。どこまでこの勢いを保てるかっていうところで言うと、もうちょっとね部隊数欲しいかなっていうところはあります。特にヨーロッパ、ここもね一番最初に降下してるんですけども、苦戦が見られる状況ですね。はい、サイクロプス隊結成でボーナス実績いくつか解放されていますので確認をしておきましょう。まずはカミンスキーですね。政治力プラス1、軍の経験値プラス1というところですね。あとはシュタイナーも実績解放してます。同じく陸軍の経験値プラス 1% ですね。まあ、陸軍の経験値は使いどころいろいろありますので、このまま貯めておきましょう。まあ、一つは陸軍関係のね、研究。あとは陸軍の編成の見直し。さらに、陸軍の装備の回収。こういったものに使えるので、まあ、有用性はかなり高いですね。続いて、ミネバの誕生です。安定度の基本値プラス 4%。ボーナスがかかっています。シャアの軍はね、まあ順調といえば順調なんですけど、それ以外がちょっとね苦戦中ですね。やっぱり連邦軍の圧倒的な物量の前に、数がね、ちょっと足りてないのかなという感じがします。まあ、北米大陸でいうとカリフォルニアからニューヨークまでつなげたいというところで、シャアが後軍奮闘、東海岸から、西海岸が東海岸を目指してもらっているという状態ですね。さあ、ジオン宇宙軍の方ですが、大規模な海戦があったようです。そこまで双方に損害は出ていないようですが、主力艦隊同士ですね。ドズル中将の上軍艦隊と、ティアンム提督の艦隊がぶつかったみたいですね。クルーザー級を一隻撃沈です。クルーザーってなると、どうなんだろう。マゼランは戦艦なのか、巡洋艦なのか。まあ、ここをね、一隻仕留めたというところですね。まあ、この後もですね、ここ、宇宙軍の方は強化が必要になってきますのでね、しっかり、強化をしていきましょう。まあ、さすがはシャアという感じかな。シャアの部隊は、北米大陸の西海岸、まあ、半分まで、ほぼ制圧したというところまで進んできてます。で、イベントですね。V 作戦キャッチしてますね。調査を命じる。これで、調査網を構築すると、威力偵察が実行可能。で、何もしないとなると、試作モビルスーツの最終試験終了。これ連邦側を利する形になりますので、調査を命じるに選択肢を選んでおきましょう。ヨーロッパが厳しいので、北米をまず制圧して、部隊をですね、一部
ヨーロッパの方に転戦させるっていうことをね、ちょっと考えておきたいと思います。本当に強い。はい。地球侵攻作戦ね、なかなか苦戦している中ではありますが、我々の陣営に正式に入ってくれるということで、これはサイド6ですかね。陣営に招待を行いましょう。これで戦争にも参加してもらいます。まあ、こんな感じでね、北米の方は順調なんですけども、ヨーロッパがね大苦戦中という状況ですね。で、宇宙の方ですが、ここは部隊を、しっかりねサイド6リボーコロニーの方にも配備して、連邦からの侵略から守ってあげようというところですね。はい、わしは舞い降りる重力戦線ですね。これがうまく発動できればまた巻き返せるかなと思います。サイド6の方は、我々ジオン軍がね駐留する形が整いました。ご覧のような形ですね。他のコロニーにもね、我々の人員に参加してもらえるように働きかけは引き続き、行っていくとともにですね、ルナ2の攻略戦というものをね、この後は視野に入れていきたいと思います。というのもですね、このサイド6の中域と、宇宙の5、それとルナ2の中域、この3つだけ抑えれば一応ルナ2の攻略戦がね発動できる状態、強襲上陸ができる状態になりますので、まずはね、ルナ2を攻略して連邦軍の宇宙による拠点をね完全になくしてしまうというのも一つの戦略上の作戦になるかなと思います。本当に厳しいのがねヨーロッパなんですよね。オデッサを維持するのがやっとっていうね、本当に厳しい状況。北米大陸の方でも連邦軍の反攻作戦始まってまして、まあ、シャアがね、前線してるんですが、苦戦という状況ですね。はい。北米大陸、まあ、ほぼほぼ制圧が完了していますが、連邦軍の展開が早い。一方、我々の方はですね、まあ、生産がなかなか追いついていないという状況もあって苦戦を強いられています。なので、まあ、どっかでね、巻き返しのチャンスをしっかり狙っていきたいというふうに思います。では、今回はね、ここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。